東京大決戦の終結から10年、その事後処理を終えぬまま、この国の指導者、支配層、そして富裕層のほとんどが忽然と姿を消した。10余りの道州から再び分割再編された旧都府県はなんやかんやで独立し、それぞれが勝手気ままにご当地色を強めながら内向きに圧倒的発展を遂げていった。だが活気に満ちた新時代にもやがて無数の不穏の種が芽吹き始め、古より根強い共同体意識をその地に受け継ぐ人々が、その排他性と身勝手な利欲とをむき出しにし始めていた。かつて世の閉塞を断つ刃となった自警団という名の平和の盾が、再び諸刃の剣となってあなたの町でさやばしる。抹茶グリーン、今日こそそのお積み澄ました仮面を剥いであげるよ。でもってそのハイスペックなバトルスーツ、私の武器コレクションに加えさせてもらう。武器使いの女帝、信用邦子。流れ猛者の信用さん、なんとか話し合いで解決できないかな。よろず平和請負人、抹茶グリーン。またそれかい。今うちの団員がピクニックの用意をしているわ。青空の下でお茶でもしながら共存の道を話し合いましょう。東村山に喧嘩売ったのはあんたら所沢だろう。今さら何言ってんだよ。先に所沢の平和を脅かしたのは東村山よ。店の大統領は正当な防衛のためにツインタワー宣言にのっとって、そのツインタワー宣言が外交処理できない争いは全て国家自警団の代表者同士で解決せよと定めている。おとなしく資料様に倒されろ、抹茶グリーン。そして今や東京湖の流刑地と化した旧都極北を滑る東村山に所沢の地を明け渡せ。そういうこと。っていうかさ、東村山って昔からよその国の人には東京じゃなくて埼玉だと思われてたんでしょ。だったらそんなこだわらなくても。うるさい。僕たちは腐っても元東京都民でいたいんだ。埼玉の切れっ端なんてごめんだ。元東京の一部になれるんだから、おとなしく所沢を明け渡しなさい。だってだけどさ、もう東京から切り離されちゃったわけでしょ。だったら仲良く所村山でいいじゃん。まあ実際こいつらがどうなろうと私も知ったことじゃないんだけどさ、呼ばれて飛び出た雇われ総長、何はともあれ邪魔なあんたを取らせてもらう。人はこの者たちを猛者と呼び、そして彼らをモブと呼ぶ。しオールウェイズコミマさえ肥大しなければ。奴らのせいで我々生え抜きの東京民は北の端へと追いやられ、独立するしかなくなってしまったんだ。
所沢は渡さない。ありがとうね。また来てちょうだいね。ただいま。おかえり、のぞみ。お団子あるよ。いらない。先に手洗いな。今の人お客さん？え？変なマスクした子。ああ、たまにたこ焼き買いに来てくれるのよ。なんであんなのかぶってるんだろう。流行ってるんじゃないの？お父さんのバイクは？まーちゃん？うん、東村山が攻めてきてからまさみちゃんますます大変ね。国家自警団の団長さんだからね。知り合いの助っ人の猛者の人が家遠いって言ってたっけ？そうみたい。抹茶グリーン電車で来てもらえばいいのに。みんな忙しいんだから、ね、え、だから私も手伝うんだ。やっとまーちゃんがいいって言ってくれたんだもん。ほら、団ジャケと団衣装。気をつけるんだよ。ツインタワー宣言がなければ表も歩けない時なんだから。わかってる。まさみちゃんと先輩たちの言うことよく聞いて、見習いなんだからね。見習いじゃなくて研修生。猛者同士の戦いに近づいちゃダメよ。わかってるってば。そんなにまさみちゃんのそばにいたいかね。そばにいたんじゃなくて役に立ちたいの。うちじゃお団子の一本も焼いたことないくせに。ごちそうさま。ありがとね。ありがとうございました。あら、うん、いらないんじゃなかった？はい、その前に。見事に普通ね、今回も。そうだお母さん、お団子もっと焼いて。たい焼きとたこ焼きも。あ、のぞみちゃん、今日からお世話になります。こんにちは。のぞみちゃん、あ、こっち来ちゃったの？危ないよ。これ差し入れに。あ、森友のお団子。脱いでもらおうか。ほら、素顔を見せな。やめろ。酸素は欲しい。蒸れる。全部脱がして持って帰るよ。おとなし、絶対な。はい。限界かも。やめろよ。ふざけんなよ。違う、
ぎたい。でもみんないるし、今のぞみの声も。ん？こちら抹茶グリーン、応答せよ。ん？何だ？もしや戦隊仲間を呼ぶのでは？可能性はあります。そもそもグリーン単色のみというのが不自然。ハイパー抹茶ロボ出撃せよ。了解。ロボだって？そのような情報は？しかもいきなりハイパーだと。八国山まもなく到着、見合ってやります。のぞみ、のぞみ、まあちゃん。本部の留守番と町の美化運動を手伝うだけの約束だったよね。でも私まあちゃんの役に。モサ同士が戦う場所には来ちゃダメ。団長！団長！みんなも無事？マッチョグリーンは玉子船で帰ったわ。みんなによろしく伝えてくれって。